本日の節水のあこれの一つ前すみません、お話聞いていただけるのは、あんまりいらっしゃらない。こうですか、はい、私の話に聞くの初めてだという方、すいません、教えていただけますか。申し訳ございません、ありがとうございます。それ以外の方は我慢してください。バタバタして申し訳ございません。急にちょっとあの時間変更があります。準備その他かかってたもんですが、で私はあのこういう、ページ開いていただきますと、50何ページですかね、はい、丸印がついているところに抵抗を入れて、それで、まあ、必要な量にコントロールすればいいんじゃないかということを、日本で最初に始めた会社で現場を預かっていたものでございます。ですから、世の中に日本になかったものですから、お客様の方から、教わったことばっかりって言ってもいいかと。でまあ、お客様からも教わったことで、このぐらいの量じゃないとこう仕事にならねえよっていう、その量にあのコントロールしてきたっていうことなので、一番当初はそれこそホテルなんかやりますと126種類ほどこういう中に入れる抵抗を作れるのになかった。ホテルなんかであの高層階ですと、まあ、水圧まあ、弱くて下の方が高い、1メーターの落差でもって 0.1 キロ、約 0.1 キロ水圧が違うというのが、まあ、水分現象が起こるわけですけども、これ同じフロアでもって減圧弁その他かけてって、まあ、異なるフロアで減圧弁かけてって2キロに設定してとかっていうことをやってたとしても、ホテルなんかですとバスタブにはやっぱりホテルオークラなんかをやって対しての衛生課の方ではバスタブに溜めるのに8分、お湯が溜まらないですね、ぐらいでもって配管の口径なりなんなりを設定していられます。それをシャワーに切り替えるとそれなりに多く出ちゃうという現象が、まあ、起こるわけですね。それそのイコールサービスでなければいけないようなところを、まあ、平等に、景色がいいからつって高い部屋、高層階の部屋の方がまあルームチャリ高いところがありますけども、そういうところは逆に水の出は弱いわけですね。オープラなんかもまあそういうことで、全部やってたほか、年間に7000万、これ床燃料費も含めてですけども、節約になったというようなことが出てまいります。社内報道いただきました。すいません、次お願いします。ざっとばっと飛ばしますけども、後でまあ見ていただくと分かるんですが、これ300部屋ちょっとの、23区内のホテルで、私どもが作る、節水の提案資料というのをサンプルでお出ししております。まあ、13階のこの辺でのシャワーの突出と、次のページお願いします。すみません。飛ばしてますけども、5階でのシャワーの同じ温度に設定した時の突出量というのは異なっております。でどのぐらいの量がよろしいかっていうのは、僕最後にあの小暮さんがどっかのホテルのことでお話しされるようですけども、ナイトマネージャーなり何なりに泊まっていただいて、この階のシャワーの突出と同じならばクレームが来ないんじゃないかというような、それをお客様に決めてもらいたい。で決めてもらって、それ以上出てるところをその量になるように、フロア水圧の違うフロアですから、抵抗値の違う抵抗を入れてコントロールしていく。でその結果が、これ1ページ戻してください、すいません。で、あのここの水道料金880円、23区内ですから高いんですけども、6.3% 程度の節約にしかなりませんけども、636万のショックコストになるでしょうと、これ床燃料費も入れてですけども、そういう提案をしております。でなかなかこの程度の量なんで、このパーセントなんですけども、結果としてイコールサービスにして原理がそれって増えるっていうことは、この時、のご担当は経理担当の重役さんだったと記憶しておりますけども、やっぱり、
なんていうんですか、経理の方でご覧になっているシートから言えば、お客様の稼働率、宿泊率が変わらない、リピート率が変わらない、なのにこれだけ経費が落ちるということは、純利がそれだけ増えるということになりますので、バランスシート上は結構その経理担当っていうか、それやられた役員さんは評価されたようです。ホテルの中に関してで申し上げますと、私どもの社団の考え方というのは、節水というふうなことでこうやって歌ってはおりますけれども、あくまでも適量化を目指してやっていくんです。ですから、何でもかんでもその同じような抵抗値の抵抗をつけていくというようなことはいたしません。厨房の中でも用途が違えば必要な量というのは違っていくわけで、それ以上出ているところの、ハンドルを忙しい差にかまけて、ちょっと余分に回してしまって、出ている余分な量をカットする。そういう発想でもってコントロールをしてまいります。忙しいときはどうしても水の出なんか構ってられませんから。ただ、1トンあたり880円の水をお使いのところは、それを使われている調理の方々に1円玉が流れてるみたいなことになりますよというお話をしますと、10リッターで1円とかそんなことになってまいりますので、そういう話しますと、やっぱり気をつけてはやられるようですが、羽が上がっちゃいけない油で揚げてるような隣のシンクは上がらないようにすると、そういうのは現場も使いやすく、で先ほど朝日新聞の方がおっしゃいましたけれども、不便イコール不快ではないっていう、電気の方はそうなんでしょうが、水の場合は日本人は特に贅沢にふんだんに使えるような環境がありますので、やっぱり適量でありさえすれば不便は感じない、適量にしておけば不快にはならない、ストレスにはならない、そうしておかないと長く続かない。で、社団がやりますエスコ事業方式はやっぱりそういう契約でやっていきますと、少なくとも3年は節約した状態のまんまのものを検証されますので、現場でもって出が少ないって取られたりなんかしますと、そこは同時使用したときはその蛇口だけ前以上に出ちゃいます。よく使う蛇口だから少なすぎるって言って抵抗を外すと、他は抵抗がついておりますので、同時に使ったときは一番多くっていうか、よく使う蛇口が突出量が増える、だから効果がない、そういうようなことでもって、30社40社で来た節水屋と言われる会社の方々がやっぱり効果がないね、現場から不満ばっかり上がってくるよということでもって、会社ごとなくなったり事業ごとなくなったりされている現状だろうと思います。ですから節水屋というふうに呼ばれるということは、そういうことなんだろうと思いますが、簡単にできる仕事なので簡単に考えられるのかもしれませんが、結構現場で働いている方々との人間関係というかコミュニケーション、それから教わったことを大事にしていかないと長く続かない気象コストの方法であろうとは思います。で、この中で行ってまいりますと、現場の方の協力が必要という意味では、ホテルで例えば申し上げますと、施設管理、ホテルの施設管理をやられている方々でもあんまり気づかれていらっしゃらないんですが、ルームメイクされている方々っていうのは、まず部屋の中入りますと、汚れ物を取ったり、ベッドメイクのシーツ外したりっていうされるんですが、その前にまずバスルームに入って、洗面化粧台のところにお湯をためます、お湯だけを。お湯だけをためて流しながらも、その時に、昔はですね、今日本でのシティホテルといわれるそういう教育はしてないと思いますが、現場の方っていうのは一部屋何分でやるかということでもって給料決まってますし、ノルマが課せられてますので、洗面化粧台の、小さいシンクにお湯だけ溜めて、そこに灰皿も入れるし、コップも入れる。で、お湯だけですから、コップなんか温まりますよね。で、そうやってそこ実はですね、昔はもう出しっぱなしだったんですよ、その状態で汚れをどんどん取ってきて、で、そういうことをやられてて、で、ゴミ箱だなんだかんだ済ませた後、
まあ、程度のいい人ならば止められますけども、でそういう状況を施設管理されてる施設管理部の人たちってあんまり見たことないからわからないんです、うん、でルームメイクしてるのは大体協力会社なり子会社さんなり、そういうところなんですから、そういうところのマネージャーはご存知なんです。でこういうところをそうするとお湯だけ出して、でこの水使うと1分間でいくらになるんだよっていうのを現場の方に分かっていただいただけでも、そのやり方を変えてくれるんですね。要は、まあ、ご自分たち楽になるんでしょうけども、そういうことでもって節約できたコストを現場の方にある程度なんか何らかの形で還元できるようなことをお話しされておくと、マネージャーは、ルームメイクしてる会社のマネージャーは、まあ、そういうところを徹底してチェックしてもらって、でそんなことだけでもかなりの節約にはなるんです。だから私の方でもってこういう、まあ、ホテルでこういう資産書っていうのを作るときは、そういうものの効果は全然期待はしておらずに作りますが、現場っていうのは割と水に関して、あるいはお湯に関して、そんな状況から多々いろんなところで生まれてるもんで、まあコミュニケーションができるっていうのはそういうことがあるかと思います。ではすみません、ちょっとこの後お願いします。でこのページ見ていただいて、表の中にいろいろありますけども、社団でもってやっていくのは何でもかんでも節水対象にするわけではないので、このシャワーなんかにしてもですね、平均して 17.1 リッター1分間でした、40度 C でセットしてですね、それをお客様から言われた13リッターにやっていくと。ところがこの13リッター以上出てたのは、全部のシャワーの数327個のうち251箇所しかそうではなかったですよと。だからそれだけを対象にしましょうと。それ以外のものは絞る必要は何もないですからということで、そういうふうに、レストランにしろ、パブリックのトイレにしろ、そういうものだけを用途に対して必要以上の水が出てる部分だけ、それをカットしていきましょうっていうので、私の社団の水に関係するコントロールは、そういう発想でもって行っております。ですから、この表の中では、数字が打ってある4番のところまでの項目に節水対象のものがあって、それ以下の星印のところは、対象にも何もできない水の使用量ですよと。ただ、これをはっきりさせていきませんと、これを知らこういうところを節水対象から除外する項目のところでどのぐらいの水が作られているかというのは、お客様からいただくデータでもって分かったりもしますし、それから、宿泊人数とか従業員さんの数だとか、従業員食堂の利用者数とか、そういうデータをいただいて、今までこの間数えてみたんですけど、私1400箇所ぐらい の, 調査といいますか、物件の、節水対象のこういう資産書を書いてるみたいですけども、そういうとこから得られてバックアップした時 の, データなんかで、作業終わった後の検証データだとかっていうところから指数を割り出して、こういう使用量っていうのを算定しております。次お願いします。次のページで結構はい。でもザックバランに申し上げて、ここに水道料金の違いというのが出てますけども、各事業体自治体ごとに水道料金は設定できますので、博多なんかは高いですが、まあ京都とかは安いんですね。だからこれだけばらつきがありますが、これ値下がりしたことが一度もありませんので、また消費税 10% に上がると、その次の年ぐらいには各自治体で上げていくと思います。それからこれ日本排出量取引支援機構という名前ですので、二酸化炭素の削減に対しての指数ですけども、割と電気の1キロワットアワーと水の1トンって似てるんです。ですから CO2 の削減に関しても有効な手段であろうと思います。電気の削減に比べて水っていうのは
小コスト金額も少ないんですけども、その何百万とかっていうのに、まあ、300円以上もあるホテルなら年間そうなりますけども、ただ焼却金、期間は早いんです。費用そんなに大してかかんないんです。ここのところだと150万ぐらいしかかかっておりませんから、ですからもう半年ではもうとうとうってます。だいぶ前にもお話ししましたけども、羽田の中のエアポートレストラン、26店舗最初にやった時には2週間ちょっとでもと取られました。まあ毎月何百万ということで12が増えてるっていうか、まあそこは水道代高いですけどね。というような状況下が、節水という項目においての小コストに対する、なんていうか特典として挙げられるのはそういうことだろうと思います。焼却期間が短い。こんなことを私33年やってまいりまして、で実際に現場にご担当の方なんかとお話ししますと、月曜からホテルに関してですけども、月曜から金曜までは割と組織会人だとかそういうところからの紹介で、いらっしゃる業者が多いから、お前は土曜日の朝来いと、でそういう業者の方々にやっぱりいかにお断りするかっていうことでもって時間をかけるんだと、もろにも紹介者がいる以上は跳ねつけるわけにはいかんと、仕事の話は土曜日の午前中しかできないというようなことで言われてた中で、やっぱり現場の方々が実際使ってみて、ああ、あれ良かったよっていう情報はそういう時にいただけるんですね。で節水以外のことでもらった情報で、今私が15、6年前から使っている装置のご説明に次移りたいと思いますが、ウォーターウォッチャーといいます。これ自衛隊にも入ってます。海上保安庁にも入ってます。横浜市役所だとかいろんな公共事業体に入ってます。配管の外側に交流の電流をある一定周波数で流すことによって、中のリキッドをマイナスに帯電させたりプラスに帯電させたりという商品です。プラスにもマイナスにも両方できるっていうのは日本でこれしか今のところ私は知らない。こういう似たものは関西の方でもって真似したところはあります。ドールマン色とかつって販売はしてます。類似品はそれぐらいですね。でこれの利点がどんなものかっていうのをこの後ろに、はい、ごめんなさい、パンフレットに出てますんでご覧いただければと思います。でこの中のここのトイレのところを見ると、この状態でいいです。一番上にクーリングタワーが出てますけど、それに関して のデータはこの後ろにつけてございます。薬科電機さん のデータがついてます。名称にしてありますが、それとこのトイレに関して尿石、これ3ヶ月の間に真っ黒でついてたのをわざと何も掃除しないで、このウォーターウォッチャーを配管に給水管に巻いた状態の水を流したものです。で匂いというのは大体プラス電位を持っておりますので、このウォーターウォッチャーをマイナスに設定して、で、給水といいますか洗浄水流したところ、プラスとマイナスでもって匂いがガクンと減りました。これを使われたところでもってトイレに採用されている役所は結構あります。横浜市役所の本庁舎とかですね、それあります。で初めての方多いようだ、またすみません申し上げていますが、非常にこの会社の何て言いますか納入実績でもって誇れるところは、 JR 東日本の新幹線に全部トイレのところにはついております。ですから何ですか、便なり何なり排水でゴムが落ちるところに汚れなんかがつかない、固まらないようにとか、やっぱり匂いの防止とかっていう目的でつけられているようです。でこの下の厨房なんかは数字席で申し上げると海上自衛隊の朝霞にも横須賀にも、初期洗浄機のところについておりまして、この、自衛隊さんの方は了解もらってテキストの後ろの方に、つけておりますので、それをまたちょっと見ておいていただければと思います。
次。あ、まあこれ現象として書いてあるんだけど、こんな現象が起こってますよ。蛍光灯の中みたいだと思ってくださいっていうのがメーカーの言い方ですけども、これまあちょっとまた飛ばします。で、これがあの他でですね、NASA なんかがやってる実況目だとかセラミック使われてる、加湿器だとか、それから、マグネットですね、磁石ですね、というもののプラスマイナスプラス、このウォーターウォッチャーだけがマイナスとプラス両方できますよという、そういうまあ利点を書いてあります。はい。あ、これがあの、あれです、四日電気さんで120トン、レートトンが、5台かな、か6台かのところのクリームタワーに付け足ししてで311万ほどあの年間で補給水が減っているという、まあ、そういう実績が納入しましたけども、そういうあの計算まで書いてありますので、すいません、これもご覧になっててください。誠に今回はテキストなので申し訳ございません。これあの冷却灯のフィンの汚れなんかも落ちてまいりますので、有機物の汚れが強いです。これがあの自衛隊につけた時のキッコーマンさんが作られるルミテスターっていうあの汚れの計測器でもって測った結果なんですね。次のページで、これはあの洗剤をですね 30% にして7割カットしてウォーターウォッチャーをつけた方が結果としてきれいになっておりましたというあの経過です。お皿、どんぐり、小皿、カレー皿とかっていうのがこの印で分けてありますけど、まあ、あのそういうことで洗剤ものコストも減るし、それからそれを洗い落とすための初期洗浄機でのスプレーする水の量も減らしてもしっかり落ちているというようなことから節水にもなる。スカンドルモルデキさんの問題もありますということで、まあ、今自衛隊さんから他のところもお話しいただいているようですけども、こんな実績があります。あと15分かけてちょっとこれご説明をするとさせていただくとよくお分かりいただけるかなと思うんですけども、一番最後のページでこれ主に食品工場こんなふうにお使いじゃないかなっていう水のものを書いてありますけども、流れをですね、ちょっとこれ横にどうしてもなっちゃいますもんね。そうですね、はい、バタバタしながらあの書いておいたんですけど、よいしょ、1番と2番に関してだけしか書けなかったんですが、まあ、少しでもお分かりいただけるかなと思って書いておきました。この図の、今横になっちゃってる絵が、まあ、こんなところです。これ維水、絵が 7.6、 ちょっとあのアルカリが強かったものですが、導電源強い。でこういうようなあの性質のものを、まあ、あの食品工場でなくてもお使いのところだろうと思うんですが、マンガンとかですとかアンモニウムイオンというのはプラス電位を保有しております。でそれに対してここにあのウォーターウォッチャーを設置してですね、これでマイナス電荷を持たせますと結合効果が高まってですね、結晶ができやすくなるんです。でその結果として、まあこういう、マンガン 0.34 ミリグラムパーリッター、これに対して純酸処理をした後それが 0.015 までは落ちるんですが、このウォーターウォッチャーをプラスするとそれがまたさらにその3分の1まで 0.005 まで落ちましたという、まあこのアルカリサイドの方に触れてるとそれなりにちょっと
不利な条件ではあって、このぐらいまでしか落とせなかったんだろうとは思いますけども、ホタウッチャを入れますと、そのマイナスとプラス、先ほど申し上げましたアンモニウムなんかプラス要因、プラスに帯電しているものですから、匂いなんかも水の分子がマイナス電荷したものが、作用するとストーンと落ちていって匂いが3分の1に落ちたり、大倉さんのホテルオクラの、改装しないところでの排水処理室ではご採用流れというのもついております。去年の遅れ問題かな、匂いの問題があります、ね、でそういうようなことでプラスにしたりマイナスにしたりということで両方できますので、マイナスのものに対して除去したいときはプラス側にボタン一つ押してあげれば済むような装置ではあります。2番目もザックバランにそういうようなこと書いていたんですけど、公営のプールなんかでもって塩素滅菌で、入れますね、 PPM でもって決めくれてですね、この時にも塩素っていうのは、マイナスでこれは放散していくことが多いんですが、水質の中のカルシウムのプラスイオンとこう特異吸着させますと、マイナスを強めてですね、しますと残留塩素を 0.6 から 0.3ppm まで通常の、プールなんかでもってどうでしょう、何時間とかぐらいで落ちるか、これちょっと私データはそこ失念しましたけども、1日弱ぐらいでもってそういう傾向になるっていうのを聞いた覚えがあるんですが、豚お茶を入れていきますと、これ最小 0.4 にしても 0.3 まで同じ期間でしか変化はなかった、こういう実例がありますので、初期設定の塩素濃度を低めに抑えて放散を防ぐということができるような、そういう使い方もできる装置ではあります。ちなみにもうあと10分ということなんで、先ほどからバタバタしてたのはちょっと皆さんにお分かりいただければと思って準備はしたんですが、後ほどお昼の休みに見てもらえればと思いますけども、ここの下の喫煙所からこれタバコの灰皿の裏側ですが、これさっきちょっとやってしまったんですけどね、ここきれいになくなってるんですが、これこの装置でもこのトイレの洗面所から水もらいまして、で装置通してですね、ちょっとマイナス帯電した水入れたんです。また皆さんの目の前で一からということもできますので、あれなんですが、
のではありませんが、有効なことではあるチョコワール店 の, あのテーブルの上にあるスタとか、あるいは裏に使ったのかも、ね、洗剤とか使わずに出すことになって、そういう、ちゃんとはまだ、あまり触られないことがいいんですけど、動けないんですよ。あまり触らないでおいて汚いですね。あ、これ網はね、ついちゃうとね、匂いがなかなか取れない。でこれだから匂いを起こしてますけど、また後で時間を持ってしまいましたけども、そういうようなことでこういう装置もあって節約にもなりますという水の節約ですね。ですから厨房の中の例えば魚屋さんなんかにしても、マイナスにした水で持ってきますと割と魚の酸化を防ぐんですね。酸化を抑制するということは生臭さを落とすっていう、まあ、そういうプラスと匂いのプラスを合わせてマイナス対応させた水の効果でもって匂いが落ちるということ以上に魚の酸化防止で、まあ、生鮮度を保つということもありますので、今ある市場の何て言いますか、氷屋さん、製氷会社、それから鮮魚で有名なスーパーマーケットなんかとお話がいただきましたので、それはテストをやっている最中ですけど。鮮度維持。鮮度維持もありますけど、まあそうですね、鮮度維持ですね。それからあと作業場がね、さっぱりするんですよ。それから生臭さが魚の売り場でもって上がってこないっていうと、割と新鮮だっていう感覚にもなるということですね。それと、あとこれはちょっといけるかどうかわかんないんですけども、運送の最中に、この水で作った氷のパッケージにして送ると、魚の鮮度がそんなに落ちないという、そういう評価がもらえるんじゃないかというのは逆に、お客さんの方からもらいましたね。でそういうテストはしてみたいということでした。一部市場に早く凍るかどうかということをやってもらいたいんですけど、それは同じですもんね。いや、僕は若い頃、はい、高圧の静電界を使いましてですね、はい、交流だったんですが、はい、それでやっぱり交流が 10% 早く凍る検定データを得たんですね。あ、いや、それはね、どうでしょう。逆にこれ、マイナス対電させると、それなりに分子間レベルでは振動を起こしますので、その振動が普通と一緒というふうに、私どもの方は今は思ってますけども、凍る速度ですね、そういう評価でしたけど、氷屋さんのあれでは。はい、早まるということはちょっと、はい、その氷屋さんはそこまでおっしゃいませんでした。わかりました。はい、今日は農工大の学生さんたちも3人ぐらい来てまして、今別の研究をやってるもんですから、計測やりながら、そういうテーマを一つ与えてもらえると。東京農大じゃなくて農工大さんですか。農工大です。あ、そうですか。そうすると、酵素の働きが良くなったり、それから水耕栽培の液肥の吸収が早くなったりということは起こってがあります。ただ酵素に関しては今ちょっと日本酒の酒蔵さんとやってる最中なんで、ちょっとまだはっきりしたデータはお見せできませんけど、酵母、はい、合う酵母があるみたいな。だいたい自衛隊となってご採用いただいたときにも、彼ら遊んで、この水で乗って米炊いたりしたんですけど、その時間は早く炊いて、中が柔らかくて、今度は吸収がいいんですね。そういう、振動が起こってるからだと思います。研いだ後、少し来てくる。置かないですね。置かなくても大丈夫ということですね。置かなくてもいいですね。それは神奈川県警の方でやったわけですね、調理の。まあ、そんな面白いものもありますということで、やっとこう最近
あの昔のアナログ方式と違ってデジタルでもって、この3年ぐらい前から効果がアップしたものが始めたので、それで私はそういう方面への担当をしております。また今度は機会がありましたら、今度はまた別のものをご紹介できるわけです。あの昼休みでもあの詳しく聞きたい方はですね、彼のところに、聞いていただければと思います。具体的に今ホテルの JR 系の大手のホテルでですね、あの具体的に今省エネ診断を入ってまして、その省エネ診断も7人ぐらい一級の人間ばっかりですね、7人揃えて、やってる具体的な内容を皆さんにあの伝えたいと思います。そうすると逆に皆さんの勤め先だとかいろんな関連のところでですね、あの、まあ、いろんな評価がされると思いますので、ぜひ省エネ診断士、あの俺持ってるんだよっていうことですごいねって言われるようにですね、まあ、あの3年以内で100万人必ずやりますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、お話どうもありがとうございました。